カラカフェアレンジ第2弾。今日のテーマは秘密の花園です。入り口はこの大きなソニアリキュールの株がドーンとあって、ぱっと見森の中。ここを通り抜けると、おお、どこら辺が秘密の花園かというと、こんな風に見ると一見森の中でどこにテーブルがあるのかわからないでしょというね、ただそれだけのこじつけ的な名前です。これもいい、このアレンジもいいぞ。こんな風に配置換えができるのも鉢原のいいところ。悩みますけどね、楽しいんですね、これが配置換え。あちらの3つはアップルローデスのバラです。あれね、後ろのがカントリーハウス、こちらがマイスタージンガー、そしてこれがちょっと見にくいけどパウルクレです。下から持ってきちゃいました。パウルクレ、今年はとっても焦げを垂れまくってる。でも花はようやくちゃんとしたパウルクレになりましたよ。これです、これこそパウルクレー。しかしなんでタラーンってなっちゃうんだろうな。最初はね、買った当初はねこんなことなかったんですけど、育て方に問題があるのかも。あー綺麗、アップルローデスさんのバラ、今んとこ3つ、花咲いてるの3つありますけど、この2つはね神戸垂れ気味ですね。いわゆる映えですね。今日も英子さんの代わりに来てくれた2匹、ウサギとクマです。バラカフェが気に入ったようで今日も来てくれました。ダッフィーとそのお友達のウサギちゃんです。これは映えですね、完全に映えてます。合います。